こんにちは。増田氏投資の焦点の時間です。この番組はトレンドと転換点が一目でわかるオリジナル株価チャート増田氏を使って現在の相場状況を読み解き、今ホットな銘柄をお伝えする番組です。本日も増田経済研究所の宮島ゆずるさんとお伝えしてまいります。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それでは今日もまずはじめに週明けの東京市場の動きからチェックしていきましょう。前場の日経平均株価は455円12銭安の 23,372 円6銭で大幅反落となっていますね。そうですね、大幅反落での週明けスタートになってきております、まず日足のチャートで日経平均確認してまいりますと、先週はサポートになっていた25日線を、あっさり割り込んで、窓開けの下落。そして増田氏を見てみますと、実は先週の金曜日にすでにこの25日足はブルーに転換してきております、トレンドを表す足となりますが、連続ブルー、先読みを見ていきますと、これがしばらく続きそうな流れになってきております、ですので、ちょっと影足をこのようにすべて入れてみますと、長くですね、このピンクの領域が広がる上昇トレンドをキープしてきたんですけれども、ここに来てですね、ちょっと上値が重い中、今日の下落を受けまして、このピンクの領域が消えてくる、そんなことをちょっと想定しなければなりません。またですね、この25日足がブルーということは、このちょっと拡大しますと、25日の移動平均線が下向きになってきたということなんですよね、ですので実際株価は割り込んできておりますので、戻りの中でここがこう上値抵抗になる、そんなところを今日は、今週はですね、イメージしていかなければならない、それがちょっと続きそうかなというところですよね。日経平均は先週2万4000円を前に上値の重い展開となり、そして本日大幅安となっているわけですが、各業種別に見ますと現在はどのような特徴が見られますか？そうですね、ちょっと今日はですね、業種別にその動きを見ていきたいと思います、その前にですね、まずこちらをご覧ください、こちらはですね、波動の形をつかめる6色パターンと、タイトル出ておりますけれども、増田氏はピンクは上昇、ブルーは下降の、2色がありますけれども、その他にもですね、この6つの色がございます、上が白、黄色、緑、これが上昇波動、そして赤、青、黒、これが下降波動の色になります。実際にですね、白は下降の終焉、そして黄色が立ち上がり、緑が一番トレンドの良い状態を表す上昇です。そしてちょっと崩れてくると、上昇の崩れの C パターン、赤、そして青、下降の入り口ですね、そして一番トレンドの悪い黒、このように、波動を6つの色に分けております。ですので今日はこの6色で、6色パターンで業種別に動向をチェックしていきたいと思います、まずですね、ちょっとこちらを見ていきますと、33業種別に先ほどの色をこう分けてあります、一番トレンドの良い B パターンの緑を下にして見てみますと、いい、銘柄、トレンドの良い銘柄が多いセクターというのを一目で見ることができます。またですね、ちょっとこちらを拡大して見てみますと、こちらは上昇波動銘柄の比率が多い順に並んでおります。今実はその他金融がトップです。そして証券、情報通信、建設、医薬品と並んでおりますが、詳しく見てみますとこんな形になっております。その他金融ではこの緑の一番トレンドの良い銘柄が多いんですよね、ちょっと代表的な銘柄を見ておきますと、ちょっと一銘柄見てみましょうか。アイフル、これですね、トレンドの良い状態が、今日も続いている。そしてアコム、ずっとなんか緑が続いてますよね、トレンドのいい状態、そして、オリコもそうですし、さらに見ていくとオリックス、こんなところも出てまいります。またですね、ちょっと先ほどの業種別のところに戻りますと、2位は証券でしたが、証券はですね、緑と黒が、いいところと悪いところが、半々の状態になっておりますし、さらに見ていきますと、情報通信意外に多いんですよね、銘柄数が、多い、またはいろいろな業態の銘柄が多いので、つかみにくいところではありますけれども、情報通信も、いい銘柄が、多い状態をキープしております。そして先週にぎわった建設、ただ建設が先週盛り上がりましたが、今
また赤の銘柄、崩れかけてきている銘柄が多い、まあ、こんな風に見ることができます。また悪い方見てみましょうか。はい、ちょっと悪い方を見てまいりますと、ゴム、そしてここに銀行、非鉄、紙パルクなどが並びますが、銀行を見てみますとこんな形なんですよね。トレンドのいい銘柄、一番いいのは緑ですけど一個もない、はい、そして赤とか青、黒、トレンドの悪い銘柄が非常に多いんですよね。そして今日の動きで UFJ、 三菱 UFJ メガバンクを見てみますと、今日青になってきている、まあ、75日足を割り込んできている、まあ、そんな動きになってきております。でさらに悪いところをちょっと見ていきますと、みずほ、これはもうすでに黒になってきてしまっているので、まあ、崩れがずっと緑から赤、青、黒、悪くなり続けている、まあ、そんなところが出てきていますよね。はい、まあ、のこうして見てみますと、堅調なトレンドの多い銘柄がある業種と、また調整基調が強まっている銘柄が多い業種というふうにはっきりと分かれてくるんですね。そうなんですよね。ですので、まあ、今日大幅安になっておりますけれども、うん、まあ、ここから戻りに入るときにどんな銘柄を狙っていくのか、うん、トレンドの悪い銘柄を拾いに行くよりは、トレンドのいい銘柄でちょっと全体相場の影響で崩れたようなところ、それをね、押し目を狙いに行く方が、効率がいい、まあ勝負どころしてはそこが今週も出てくるかもしれないですよね。はい、ありがとうございました。この後は個別銘柄についてさらに伺っていきます。ここからは個別銘柄について伺っていきます。このコーナーでは、マスダー氏株号に搭載されている機能 DSR15 を使って今ホットな銘柄をご紹介していきます。この DSR15 とはデイトレスイングランキングの略で、15はそのまま15銘柄ということです。直近3日間の出来高平均と現時点の出来高を比較し、出来高の増加率が大きい順にリアルタイムで表示しています。出来高の変化を動きの予兆と捉え、有望銘柄を発掘する機能となっています。では今日もまずはじめに、先週金曜日の大引け時点でランクインした銘柄を振り返っていきましょう。はい、こちらがですね、先週金曜日の DSR15 大引け時点のものになります。はい、この中からですね、今日いい動きになってきている三菱地所、はい、見てまいりましょう。こちらがですね、三菱地所の日足のチャートになりますが、先週金曜日、長期の経営計画発表しておりますが、まあ、2150円の壁を突破して一気に走ってきております。まあ、長期の経営計画発表しておりますので、長い足見てみましょうか。月足、はい、月足を見てみますと、先ほど見たこの6色が、まあ、長いこと黒が続いていたんですよね、三菱地所は。そして昨年末から黄色に、そして年末、今年入ってからですね、緑に、一番いい状態に入ってきております。さらに長く見ますと、ここですね、まあ、07年、まあ、リーマンショックの前に高値つけておりますが、そこからの下降トレンドラインを引いてみますと、まあ、こんな形で引くことができると思うんですけれども、この上値抵抗ラインをいよいよ抜けるところに来ているかもしれません。で、マスダー氏に影足を表示しますと、ブルーの領域からちょっとずつピンクの領域が広がり始めてきているので、黄色い線が72ヶ月線になるので、ここ抜けてくるとピンクの領域が広がる、そんなところをちょっと期待したい動きにはなってきてますよね。はい、では今日の DSR15 はどうでしょうか。はい、今日の DSR15 チェックしていきましょう。東証一部の値上がりから見ていきたいと思います。はい、上から2811カゴメ、8595ジャフコ、9621建設技術研究所となっています。はい、ではこの中から第2位にランクインしているジャフコ、はい、こちらを見ていきたいと思います。先週のランキングにも入っていましたね。そうなんですよね、はい、先週にも入ってましたね、金曜日にも入っておりました。こちらが日足のチャートになりますが、ここですね、先週金曜日からちょっと動き始めて、この銘柄も三菱地所と同じようにレンジの上限をブレイクしてかなり伸びてきております。またちょっと週足で長い足を見てみますと、実はこの銘柄あまり大きな相場がなかったんですよね、はい、2019年、去年1年間見てもなんか同じようなところをずっと行き来していたんですけれども、うん、ここに来てちょっと頭が出てきました。で、影足を入れてみますと、このようにですね、調整基調からこの銘柄もピンクの領域が広がり始めてきているので、少し長いスタンスで見ていくと、この戻りついていけると面白そうですね。はい、そして
今日のマザーズも見てみましょうかね。はい、マザーズの値上がり見ていきましょう。はい、上から7172ジャパンインベストメントインジャパンインベストメントアドバイザー6033エクストリーム6548旅工房となっています。はい、申し訳ございません、はい、このところでマザーズの値上がりチェックしてまいりますと2番目に入っているのがエクストリーム、はい、この銘柄今日ちょっと大幅上昇になっておりますが見ていきましょう。こちらが日足のチャートになりますが6色パターンをちょっと確認してみましょうか、はい、ここで見ていきますと崩れかけていた青、崩れて青、そして黒になっておりましたがここに来て急激にぐぐぐぐっと戻ってまいりまして、うん、白、そして立ち上がりの黄色になってきております。そして週足を確認してみますとこの銘柄はもう今日はちょっとお休みしていた銘柄の特集になっているような形になってきましたが、はい、週足見るとピタッと止まっていてる形が出てきております、うん、まあ全ての足が修練してきている中ですのでもっと拡大しないと見れないですね、はい、こんな形になってきています。ですのでこのまあ全ての移動平均線が集まっていたところから上に離れてきたところを見るとこの銘柄はまあ、6000円台の高値から調整2000円台までありましたのでこの戻りこれを狙ってみるのもなんか良さそうですよね。はい、ありがとうございます。ここまで個別銘柄について伺ってきました。ここで増田経済研究所からセミナーのお知らせです。増田氏の操作法や活用法を分かりやすくお伝えする無料セミナーゼロから始める増田氏株式投資儲けの極意操作編がご覧の日程で開催されます。受講者限定でお配りする儲けの極意操作編の冊子をもとに保有銘柄のチャート表示の方法と先読みの方法や買いナビ、売買サイン、DSR15 の活用方法、市場心理、投資家心理を瞬時に読む方法などを分かりやすくご説明します。さらにご参加の皆様には来週の値上がり期待銘柄をその場でご紹介します。参加は無料ですが事前のご予約が必要となっております。お申し込みは0120-980-044増田経済研究所セミナーページからもお申し込みいただけます。詳しくは増田氏セミナーで検索してください。皆様のお越しを心よりお待ちしております。続いて増田氏無料お試しキャンペーンのお知らせです。番組で使用している増田経済研究所のオリジナル株価チャート増田氏を15日間無料でお試しいただけます。増田氏の無料お試し体験は増田氏で検索してください。以上お知らせでした。さあ今週の金曜日に開催されます横浜でのセミナーは宮島さんが講師をされるということですね。そうですね、週末の金曜日に、私行かせていただきます、はい。まあ、今日はですね、うん、6色パターンについて見ていきましたけれども、この増田氏のソフトには非常に多くの機能がありますので、はい、ちょっとあの難しいイメージがあるかもしれないんですけれども、うん、まあ、実際に一つ一つですね、あの色を確認していく、はい、まあ、チャートを難しく捉えるのではなく色で判断できるというのが、うん、このチャートの一番のポイントになりますので、はい、あまりチャートに慣れていない方も、うん、実際に色で決めていく色で判断していくというところからこの増田氏のソフトを始めていただけるとどん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 、まあ、DSR15 も含めてさらな、はい、なる機能のを使っていけると思いますので、うんうん、そんなところをご紹介させていただきますのでぜひですねお越しいただければと思います。はい、はい、ぜひ皆さんセミナーもご参加ください。そしてこの番組は毎週月曜日にお送りしてまいります。次回の放送は2月3日月曜日です。それでは今日はこのあたりで失礼します。失礼いたします。